はいどうもファンネルです。モンスターハンターワールド続きをプレイしていきたいと思います。ということで、任務クエストで不穏の沼影ですね。ではクエスト受けていきます。ということでこれですね、生態研究所の学者が一人大アリ塚の荒れ地にて行方不明となっていると、これの捜索ですね。で、大型モンスターと遭遇した場合は学者の安全を優先し、狩猟を頼むと。はい、行ってみたいと思います。受注しますよ。ここのボスは何ですかね。出発。あ、早い。とりあえず前回がボルボロスですね。はい、で前回の動画からちょろちょろとボルボロスやら、何ですか、クルルヤックやらプケプケやらをちょっと買ってはいるんですけども、あとまあ捕獲のミッションなんかもちょっとやってみたりもしましたりしたんで、お供もまあ多少はレベルは上がってはいますね。武器と防具に関しては前回の動画と変わってはいないですね。ということで学者さん探しに行きますよ。到着。よーし、学者さんを探しますよ。はいよ。何か痕跡はないでしょうか。ちょっとその前にお食事は肉定食飛ばす。よいしょ、うん、でもってボックスからスリンガー弾、あ、音爆弾、はいはいはい。じゃあ行ってみますかね。これ石ころかな。で子宮用のお肉を食べて、学者さんのとこ、学者ってったってなんか目印あるんですかね。これじゃないな。ガライーバお魚ですね。びっくりマークとかないですもんね。とりあえずガシャガシャ動きゃいいのかな。足跡はてな。あ、学者の痕跡。なんだよ学者の痕跡っちゃ。学者さんどっち行ったんじゃ。こっちか。お、間違ってる予感がすごい。ああ、あったあった。いや違うな、こっちに歩いてんだな。おっと、これは学者さんへ案内してくれるかな。シルベムシさん頼りにしてるよ。おっとっとっと、足跡。こっちだな。足跡発見。次の痕跡。変な痕跡がありますよ。変な痕跡がある？待ってください。シルベムシの反応が。トゲ刺さってんな。あれなんかこれ戦ったことあるような気がするな。これネルギガンテじゃねえのこのトゲ。私はベータで戦いましたよ。めっちゃ時間かかりましたけど。本どこにあるの。うわ、ちょっと待ってください。いて、なんだお前ら。魚のくせに。でちなみにあれ、シルベムシさんどこ行ったんですかね。こっちですか。うん、うん、ん、
こっちかい？学者の足跡。古い剥離した破片、これも足跡か。なんだかこの痕跡不穏でざわざわと。ざわ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 。学者さん。でも近くにボルボロスの。ボルボロスの？トゲ刺さってんぞボルボロス。学者が怯えてる。あいつがやったんだ。いやお前だろ。大体犯人はそんなこと言うからな。見たんだ。第一発見者が一番怪しいんだよ。ジュラトドスじゃない、あいつがボルボロスを。ジュラトドス、これがジュラトドス。とりあえずはジュラトドス戦うの。QTE バツボタン。嘘ですよ。この生物初めて見ましたね私。ジュラトドス。おお。ジュラトドスを狩猟してください。でも魚だろう。ただの魚ごときにやられるかい。だ、いだん。危な。えい。水辺の戦いはちょっと装備間違ったな。ダーン、ちょっと回復したい。お、お願い。ナイス。潜っちゃうの？キル、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 キル。どこの部位破壊したんですかね。水吐かないでください。くそー、刀研いでる時間ねえな。これまた V 破壊しちゃう。ダン、水やられん。ちょっと距離取ろう。こっち来るよね。いたん。よいしょ。回復。いた、引かれた。回復しとくか。ほら、好き。ほら、あんまり当たんなかった。ごめんごめん、半蔵。一点回復。くん、こいつは逃げねえよな。逃げるにしたって。
場所ないんだよね。ドスドス、部品破壊できた。ピョン、やっぱりね、乗れるよね。ほら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 、僕の体力を回復するにはしててくれ。こっちはこっちでちょっとやっとくから。あいよあいよあいよ、なんでボタン表示出ないの。よっしゃ、こいつも尻尾切れんのか。よし、おー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 、お、あれは逃げんの。すげえ川登りしてる。チョイン。じゃあちょっと痕跡だけね。ジュラトドスは痕跡取ってないからね。上に逃げちゃった。打ち消しの実取っとけばよかったかな。痕跡。レベルアップ。よしよし。しびれ返るでしびれさせちゃおうかな。ふんふん、いたん。危ない。やつやつ、せい回避。ほら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 、いたん。ちょっと回復ですね、これは。いた、見事なコンボだ。カエル蹴ってみよう。ほらこっちだよ。お、しびれなかった。あと1回ぐらい乗りたいですけどね。ドン。乗れっかな。あれ、どこ行った。おお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 お、ボルボラス。ここでボルボラスは勘弁だな。当たんね。なんか落とした。こいつは直線的に動くんだな。縄張り争い。利用できる。おお、戦ってる。なんかすげえことになってんな、あれ。おお、めっちゃダメージ食らってんじゃん。ボルボロス、200も食らったらこいつかわいそうだろ。もう
なんだ、尻尾浮いてる。刺され。ああ。いた。しびれる。しびれガエルさん。同じタイミングだろうな、復帰は。浮いて。早く。ほら。やら。はい。はい。逃げるかな。まだ逃げない。元気だね。お、なんかぐるぐる回ってる。これ引きずってんだね。痕跡よね。いや、あとちょちょいのちょいじゃないですかね。とりあえずはボロボロスにやられないでくれよ、頼むから。よっしゃー。ふん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 。なんか逃げてる。もう寝れないからやーみたいな。よっしゃー、しまった。またこっち来ちゃったらさ。おお、まんまとはめられた。よいしょ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 。よいしょ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 。勝った。よいしょ。よいしょ。カッタン。よいしょよいしょ。勝て。勝てーな。スタミナが。やべえ、ボロボロス来ちゃった。ボロボロス先輩、あの縄張り見張りに来てますね、これ。大丈夫、俺もどっか行くから。ヒュン。届かない。ふんふんふ
ふむふむ。ほら、くらえ。よっしゃー、剥ぎ取り。ちょっと時間かかっちゃいましたね。ちょっとジュラトドスは生息的にあれだな、水辺だから、なんかこういう水辺にいい装備しといた方がいいんですね、きっと。よし、なんとか討伐でございます。学者さん大丈夫かな。よし、ドキドキキノコ、ドキドキノコか。はっ、ジェスチャー。やあ、はい、無事クリア。はい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 、牙ですね、ヒレですね、はい。お、音もいい感じで経験積んでますね。加工屋でミツムシでしたっけ、違うな。ローなのか。さあさあさあ、学者さんは何を見たんでしょうかね。あいつがやったんだって言いましたけど、まあネルギガンテでしょうね、あのトゲは。まあ、ネタバレにはなっちゃいますけども、まあベータで出てたんでね。一度揃っているな。はい、揃ってます。これより作戦会議を開始する。あ、いよ、あの学者さんいる？あ、いるな。皆のおかげで各地で発見された痕跡の調査が順調に進んでいる。はい。学者たちがゾラ・マグダラオスの進行ルートについて詳しい調査を進めた結果、はい、奴は大峡谷を目指していることが判明した。大峡谷。大峡谷。大アリ塚の荒れ地の向こうに横たわるあの巨大な谷ですね。谷かい。ここで一つ提案がある。はい。大峡谷でゾラマグダラオスの捕獲を決行したい。捕獲？捕獲ですか。幸いなことに大峡谷は奴を捕獲するに最適の地形だ。こんな機会はもう二度とないだ。はい、面白いじゃねえか。今を逃せば次は10年後、いや次がある確証はないんや。ないんや。賞賛はなければ動けない心臓でもあるまい。おお、かっこいい。答えは一つ。今なら息のいいゴキダンもおるしな。そうですね。決まりだな。だったらその前に拠点の安全を確実なものにしたい。うん、それもある。アンジャナフがこの近くをうろつくようになった。アンジャナフでいいんですね。イントネーション。捕獲作戦には望めない。うん。よし。ならば、ハンターたちの次の緊急任務はアンジャナフの狩猟とする。アンジャナフ。アンジャナフは強大な相手だ。十分に準備をしてから挑め。はい。総司令、それなんだけど、僕にいい案があるんだ。あれ、この人じゃなかったのかな。君ビビってたの。この後僕のところに来てくれないかな。いいよ。気になる報告が上がっていたな。調べに行ってくれるか。承知。ソードマスター。ゾラマグダラオスの捕獲を目標とする。各々準備を開始しろ。以上。解散。解散。植生研究所の所長さんから話を聞きませんか。はいはいはい、じゃあ話聞いて終わりにしますか。気合が入るよね。アンジェナフは強大だろう。強大な相手には十分な準備が必要さ。あんた全員に植生研究所が開発した特殊装具。おお、来た来た来た。森に飛びかがち、かがち。材料を集めることができなくてさ、ガチ島がいるんですね。はいはいはい、カガチの狩猟を頼みたい。じゃあ頼むよ。何くれんの。隠れ身ですね。
はいはいはい。装備して使用すること、何度でも使用できますが、一度使用すると再使用時間が経過し、そうですね、クールタイムってやつですね。次の任務は飛びかがちの狩猟ですね。場所は古代樹の森。古代樹の森に戻るんですね。はいはい。ということで今回あの水のなんか魚みたいな、もう名前忘れちゃいましたけど、倒したところで今回は終了とさせてもらいます。無事学者さんも助けられたんでね。で次回は右上に書いてある田園走るは飛びかがちをやっていきたいと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。おっと間違ったぞ。ではさようなら。